う皆さん、こんにちは、ソータイムです。皆さん、この夏場の暑さ耐えきることができましたでしょうか。もう僕は暑すぎて、もう汗かきすぎてめちゃくちゃ痩せました。ぷいぷい、そんなことは置いといて、今回の夏帰省してたんですけども、で、見てこれ、帰省するために服をほっぽり出したら、服がどっさりーの、古着しか買わないんで、もしかしたらこの古着の中に掘り出し物があるんじゃないかと。あんまりね、古着の何メーカーみたいなのはよく知らないんで、もしかしたらいい服が眠ってるかもしれないので探していきたいと思い、マッスルゴッスル、プリティー、イエスイエスイエス、シェア、隣に座っとくかい、トントン。それでは探っていきたいと思います。で、冬服とかもいっぱいあったから、めちゃくちゃお、いいんだよね。ボギーでやってや、帽子とかもいっぱいね。ほんまにいいのあるんか。俺基本安いのしか買わないから、いいのあるかもよくわかんない。ベレこれ、これカンゴレのワンチンいいんじゃない。いや、あかんね。多分相場3,000〜4,000だね。妥当な値段といったところでしょう。これディッキーズのズボンですね。中の生地がもごもごもごも、こんな夏来たのに熱中症倒れちめ。じゃあこんな一つ一つしちゃったらラチャか、高そうなの見つけるしかない。これパタゴニア、これも古着で買ったやつですね。ボタンがとてもおしゃれんてぃ、濃すぎ。こういうね、ポピュラーなやつじゃなくてね、マイナー、いや俺が知らないだけかもしれない。濃すぎ婦人服って書いてあるけど、これもしかして婦人服を買ってる。古着あるんちゃう、3,000〜4,000やね。こいつも違うから、これ全身つなぎっすね。つなぎはそこまでなんじゃない。ピカチュウ、これドンキで買いました。あ、これはベンダーウィスのもらいもん。こっちかナイキエール、ナイキ系、いや高くない。さあ謎ズボン、これなんだ。これ実家から持ってきたやつちゃうの。あー、もうこれスポーツ系なしなし。ナルフローレン高いの、いまいちわからないんだけど。ちなみに俺が今着てるのもナルフローレン。高っ、なんや、なんでこれ高い。ヒエヒエ、これの T シャツ、これは友達の、いや肌着、いやこれ前買ったやつ、いやトミー、トミーのズボンですね。でもね、言うてもこれも1万しないぐらいかもしれないな。でも買った時はね、何円ぐらい、1000円、1500円ぐらいで買ってる。トミーのズボンでした。これは何のメーカー、 GU は安いからね。これ何のメーカーや、解読不可能なんやけど。これこれね、うん、分からん。リーバイス505ですね。5000円くらいね。いやわかんねえ、高いか高くないか見分けもつかない。多分違う。はい、トミーのまたズボン、これも高くない。え、これね、ネットで見つけたね。多分ハンターハンターのやつなんやけど、ネットに買ってる系のこのキャラのやつ、絶対に買うな、絶対に買っちゃいけない。なぜかって生地がペロペロのペロペロだから。まあ好きな人だったら着てもいいかもしれない。マジやめといた方がいい。これベンダリス、これあれ、これシャーツ、これシャーツ、靴下、靴下、これはチャンピオン、チャンピオン2,000〜3,000でしょうか。はい、来ました。確かこれはね、ミリタリー屋さんで買ったやつですね。ローター、ロールオブザアナザーロケーション、ローター、案外これっていうのちゃうと思いつつ、あ、ローターだ、チャリエン、ロータだからチャリエンだね。あの人めっちゃめっちゃガチンコ系のチャリエンです。ロータシャツ、あっ、ロータのシャツが出てきましたけど、お、これや、14,300円。おっと、ついに1万超えましたよ。すごい、まあ、俺からしたら高いんだろうけど、みんなからしたら高くないのかもしれない、わかんないけど、案外高いですよ。14,000〜15,000でしょう。いいね、結構掘り出し物っぽかった。え、これ、うん、ナルフ、ナルフのズボン。はい、これ中学から持ってるいいでしょ。何、服を大事にする、その精神、俺は大切だと思ってるよ。これナイキの、ナイキのやつですね。色が奇抜で大きい。はい、これ T シャツなんもなし。
はい、アーミー絶対高くない、高くないわけではないと思うけど、はい、アイクゾーン絶対友達のだ、これは高校の頃のシャツですね、ブティブティってやつ、はい、これも友達の、テオテオテオ、はい、ディースディース島村、これと違う島村が高いわけがない、はい、いい感じの古着ですね、あのおばあちゃんが着てそうなモコモコスタイル、案外に着ると可愛いんですよ、ほら冬場ね、冬場でもね、これね、メーカーあるのかなっていう、高いのか安いのかも分かる、もしかしたらオリジナルの服かもしれない、ないもん、めちゃくちゃ長い毛がある、見えるかな、若干見える、確実に俺の毛ではない、チンチンチンギスカン、何これ、これ靴下、帽子、この帽子もね、メーカーじゃないからよくわかんない、でも古着屋で買いました、僕らエモイーズっていう古着屋で買いました、はい、これ友達の親戚のお下がり、チンチンチンギスカン、はい、これこれはね、チャンピオンのやつ、昔買ったやつ、おっと、はい、これこれね、可愛くてお気に入りなんですよ、ラルフの青のなんか、ね、これなんていうの、まあ、これも多分高くない、まあ多分何、自由なんですよ、高くない、まああれも友達にもらったやつ、チンはい、これ、うん、友達だよ、ワンちゃん高そうじゃない、うわ、そう願ってるよ、頼むぜ、君がラストだぜ、ライジブルーってことなんか色じゃね、これ色じゃね、説明出てきてる、いや、俺は信じるぜ、頼むぜ、お、出てきた、まあ、ズボンじゃないけどラージブルー T シャツって出てきてるね、高いやつやったら多分これ T シャツですら破格の値段するでしょう、よし、行くぜ、ラージブルー行きます、 T シャツいくら、掘り出しもんないやないかーい。